岸谷香織です。この度初めて東京ギタージャンボリーお呼ばれいたしました。ギターで弾き語りをする女人禁制って聞いていたんだけど、噂にはずっと聞いていて、あ、なんかいつか女子も大丈夫になったらいいのになって思ってたので非常に嬉しいです。当日は、いろんなギタリスト皆さんね、いろんなことしてくるだろうから、どうしようかな、負けないようにしっかりやりたいと思いますが、皆さんの知ってる曲いっぱいやれたらなと思ってます。ぜひ私のギターの弾き語りも楽しみにしていただきたいと思います。東京ギタージャンボリー2023ということでね、めっちゃワクワクしています。皆さんもお楽しみに。岸谷香織でした。